はい、皆さんこんにちは。アップルシリコンの MacBook Pro の上位機種が昨日発表されまして、大きい方は2年ぶり、小さい方は1年半ぶりの更新となっています。今日はですね、旧機種とか継続機種などと徹底比較をねしながら解説をしていきたいと思っています。はい、で主な特徴ですけども、こちら要点だけ説明しますと、14インチについては M1 Pro と M1 Max という、まあ、2種類、まあ、コア数入れると3種類のプロセッサーが載っているという、ね、ことで、でこれ 14.2 インチのリキッドレティーナディスプレイですね。ミニ LED で 120Hz のリフレッシュレートということ。そしてポートがですね、まあ、SD とか HDMI などが復活したということで、充電もマグセーフ3ポートというのになっていますね。でサンダーボルトが3ポートあって、こちらからも充電可能みたいですけど、そして外部ディスプレイについては M1 Pro が最大2台の 6K、 そして M1 Max は 4K も混ぜると4台の外部ディスプレイが使えるようになっています。で新デザインで、ディスプレイ側には切り欠きノッチのあるデザインとなっています。で16インチについてはプロセッサーが完全に2種類なのと、 16.2 インチのディスプレイサイズ、そしてバッテリー容量が主な違いとなっています。で必要な方は一時停止して見てみてくださいませ。でここからね、詳しい細かいところ見ていきます。はい、でまずはねデザインですけど、今回完全に新デザインということで、こちらが、まあ、サイドがね結構垂直面が広くなったという感じ、そしてディスプレイ側に切り欠きがついたりしています。まあ、厚みは違うんですが、2010年以前の懐かしい感じもちょっとね感じるデザインとなっています。はい、それでは基本構成の比較をしたいと思います。でまずはね、14インチ16インチそれぞれね、2モデル3モデルという展開になっていまして、でここでのね特徴としては、14インチの方に8コアのモデルっていうのがありまして、これがね少し値段を抑えるようなものになっているんですね。で16インチはねそれがないんですけども、価格差としては同じスペックで14と16だと2万2000円の差になってるんですよね。で16インチは MAX の方も標準モデルとして入っていますね。でこちら継続品の M1MacBook Pro 13インチの方と比べますと、まあお値段的にはねかなり差が開いたなというねところですけども、まあ性能新機能かなりてんこ盛りなんで致し方ないなという部分もありますが、まあ M1 についてはねやはり省エネを追求したモデルとしていい点もあるんでね、まあ、それは用途によって選ぶという感じですね。でまあ、こちら入れ替えになったインテルの13インチと比べても、まあ、価格差ね結構ありますけどね、まあ、価格差気になる中間欲しい人はこの8コアのモデルを選ぶと価格差が3万円ぐらいとなっています。で、まあ、M1 の Air と比べますとかなり価格差ありますけども、まあ、逆に M1 の Air ってできないことほとんどないんでね、逆に価格のお得さが際立って見えてくるというのはねあるでしょうかね。で16インチについては先代のインテルと比べますとそれほど大きな差がないです。でこれが512で比較しても2万5000円ぐらいで、真ん中のモデルで言うとね4000円ぐらいしか違いがないんですね。これ結構企業努力を感じる部分ですね。はい、で今回一番の売りのプロセッサー M1 Pro と M1 Max ということで、でベンチマークが M1 Max だとするものが上がってるようで、これがね結構ねシングルコアで1749、マルチコアでね1万超えですね、11542ということで、でこれは M1 MacBook Pro の 1.5 倍以上で、で Mac Pro の12コアのやつ並みってことでね、でその上には iMac Pro 1機種と Mac Pro 3機種しかないということでね、すごいですねこれ。まあ、うちの Mac Pro とりあえず負けてないですけども、これ M1 Max じゃなくて Pro の方はねどんなスコアが出てくるか気になるとこですよね。でまあこの設計自体はね、今回高性能コアが8つになって高効率コアが2つってことで、まあ、M1 の高性能4っていうのよりも処理速度に力をね注いだモデルとなっていまして、まあ、GPU もこれ M1 が8個だったのが14から32とね増強されてるんですよね。でメモリも最大が64までね選べるようになったということで、でまあプレゼンでもねこの、まあ、ジョニー先生が力説していたのはエネルギー効率ということで、その辺の8コアの PC と比べて同じ 30W だと 1.7 倍処理能力があるとか、その PC が最大の処理をしている時と比べると、必要なエネルギーが7割減というねことを言っていましたよね。
同じことが GPU でも言えるそうで、ディスクリート GPU、まあ、いわゆるグラフィックボード搭載のラップトップと比べても7割エネルギーが必要ないそうです。あとはメディアエンジンの増強でプロ向けのフォーマットプロレスも、まあ、処理能力を上げたということですね。そんなんで今回 M1 Pro については M1 の2倍のトランジスタで処理能力が CPU 70% 高速、 GPU が2倍速いそうです。 MAX については 3.5 倍のトランジスタで、CPU は 70%、 GPU は4倍速いそうです。インテルの先代モデルと比べるとかなり差も出ています。でサイズについてはフォルムは変わっていますが、厚みは14インチ16インチ両方そんなに変わってなくて、まあ、重量が 200g 100g ぐらい重くなっているようですね。14インチだけ幅が少しだけ広くなっていますね。はい、でディスプレイについては今回ミニ LED バックライトのリキッドレティーナ XDR で 120Hz のプロモーションテクノロジー、それぞれ 16.2 インチそして 14.2 インチとなっています。で比較用作ってね、おっと思ったのが今回ね PPI が上がってんですよね。でそれもあったか旧16インチのピクセル数と14インチの新しいののピクセル数が590万ぐらいでね、ほとんど一緒というね形です。でやはりねこの1000ニトの輝度がかなりね明るいというのと、まあ、そしてプロモーションテクノロジーは結構ね大きいんじゃないでしょうか。はい、でビデオサポート外部ディスプレイですが、 M1 でちょっと物足りなかった1台から今回 GPU 増強によって M1 Pro では最大2台、そして MAX では最大4台ですね。 6K3 枚に 4K が1枚という風になっていますね。やっとインテル上位機種の上を行く仕様となっています。で16インチについてもインテルの先代モデルと比べて MAX なら上回ってきたという感じです。フロントカメラについてはやっと 1080p になりましてね、前まで 720p でしたが、これ暗い場所について2倍強くなったということ で、コンピューテーショナルビデオということで、これは多分 iMac24 インチと同じテクノロジーなのではないでしょうか。でオーディオについても今回ねかなり増強したということで6スピーカーに、ね、なったようですね。13インチについては M1 もインテルもそれぞれ6スピーカーではなかったですからね、まあ、今回増強していますね。ただ16インチについては2019年モデルでも6スピーカーでしたからね、そのあたりどのぐらい違いがあるのか聞いてみないと分かんない部分もありますけどね。ヘッドホンジャックがハイインピーダンスになったという記載がしてありましたね。はい、それで、まあ、マジックキーボードタッチ ID 付きですが、今回はタッチバーがなくなっております。そしてポートがねかなり戻ってきたということで、 SD スロットに HDMI、 サンダーボルトは3基となっています。で充電がマグセーフ3というね新しいポートが追加になっています。でその他電源関係中心に比較を作りましたけど、まあ、一番の違いはね今回右端のインテルの13インチと比べますと、まあ、バッテリーの持ちが例えばムービー再生で7時間伸びたりとかねしているんですね。ただし右から2番目の M1 MacBook Pro 13インチと比べますと、これ逆転してますからね、まあ、このバッテリーの持ちを重視したい方は M1 の方がいいという、ね、ことですが、まあ、やはり、ね、処理性能を重視したモデルとなってるんですね。で16インチについては右端のインテルの16インチは DGPU が入っててバッテリー食ってたんでね、まあ、これムービー再生だと倍以上になっているという感じです。で付属する電源アダプターの容量も今回は増量しているようですね。はい、そして価格用です。まあ、全部はね、拾えないですけども、ちょっとね、すいません、細かくなっちゃってね。まあ、こんな感じで、右側の M1 2機種と比べると、守備範囲がだいぶ違うなという感じですけど、まあ、ちょっと選ぶにあたってはね、かなり迷ってしまう内容にはなっていますけども、まあ、性能差がない分、16インチの方に価格が近づいたという感じになっています。で最後まとめです。良かった点はやっぱりね、新チップの高性能と新デザイン、まあ、あとはね、ディスプレイもいいですよね。フロントカメラも実用性が上がりそうですし、そして14インチと16インチの性能差がないので持ち運び重視の方が14インチ選べるようになったっていうのはいい点ですよね。まあ、その他は外部出力も戻ったプラスアルファですし、まあ、SD-HDMI はまあなんやかんやで便利でしょうね。 USB-C での充電もできることが確認できて良かったです。そしてややいまいちな点、まあこれもしょうがないですけど、ノッチはちょっとネタとして笑っちゃったという形、あとはねちょっとカスタマイズ悩んじゃいますよね。
まあ、あとは使ってみないと分かんないのは実務での性能ですよね。そして14インチの表示領域もちょっとね気になるところではございます。まあとにかくねプレゼンも含めて今回てんこ盛りでかなりね気合の入った MacBook Pro とねなるんで、まあプロユースをかなり意識した性能となっているんじゃないでしょうか。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。